皆さん、こんにちは。えー、マミーマートの、えー、チラシです。なんかこうね、店舗を見ると、バババ,バーって見ると、結構ね、店舗数多いんですよ。私全然知らなかったので、まそんなに、あの、知らなかったのでっていうのは、あの、神奈川県に店舗がないので、ま、神奈川県民は、うん、知る由しもないっていう感じなんでしょうけれども、千葉、埼玉が、 中心とななってる感じなんか第一番最初に春日部店っていうのが出てるってあのね「VIVA 春日部店」っていうのはなんかねなんかホームセンターみたいなのがあって結構でっかいのがあ,のあるんですよ。私春日部って言ったらあのクレヨンしんちゃんのイメージでなんとなく伊藤洋華堂がすごいでかいのかなと思ったらなんかねその「ビバカスって。 って書いてある。なんか、なんかあれがすごいなんかインパクト強かったような感じがします。このチラシを見てると、トップバッターが、ビバカスカベって書いてあって。これもなんか営業時間も、えー、なんか9時とか10時とか、も、ま、う、あ、あとは11時までやってる店とか、うん。なんか競合他社があるところは、割と、うん。なんか、なんかね、埼玉の方ってなんか、ビ、ビバ好きですよ、ビバ。 ビバホームとかいう、なんか、なんかホームセンターみたいな、そんな感じ。えー、なんか今日はですね、ちょっとこ、これ、あの、ま、最近ちょっと、あのー、検証にすごいよく出てくる LINE。こうなんかバカみたいに最近 LINE の、えー、検証、LINE で応募っていうのが、すっごいなんかもう一世のせみたいな感じで結構 LINE 応募増えてきてるじゃないですか。 うんでも私ね、ラインあんまりやってないんですよ、ラインとか。あのー、あんまりそ。情報抜かれるとは思っているわけではないんですけれども。 なんかね、たかがドリンクとかぐらいのために LINE 登録とかなんかする、ね、ドリンクを一本もらうのに LINE 登録とかって言って、そうすると広告がバンバンマンバン来るとかっていう、まあ、検証自体で LINE 応募で当選したこともあるんですけれども、でもなんかその、うざったい広告の量の方が多すぎて、ちょっと躊躇してたんですよね。で、もう最近は、 まあ、それでもまあ、いいかな、みたいな感じで、ちょっと LINE の検証、LINE 応募とかもやったりとかしてるんですけれども、まあ、あの、あと SNS 検証と、SNS のウェブ応募とかあるじゃないですか。あの、ああいうのとかもちょっとやり始めてはいるんですけれども、やっぱり一番の懸念っていうのは、あの、情報流出、個人情報漏えいとか、そういうの嫌ですよね、なんか、あの、その、 企業に紐づいて、なんか自分たちの,あの個人的なやりとりとかを、なんか、第三国の第三者が見るみたいな閲覧 OK とか、なんか補助法保管してるとか、それちょっと嫌かなって。で、なんか LINE のイメージが、なんかちょっといいなって思うのは、あのー、 なんか災害とか震災とかの時に、あの、通信ができない時に、あの、こう、できない状況において、なんかね、こう、の、なんかこう、災害のためになんか作られたみたいな、そういう時に、あの、ネットワークがつながらない時に、LINE っていうネットワークでつながるみたいなのを全面に言って、そう、あの、 LINE の社長がまだまだねそう上場する前に GMO の熊谷社長がなんかセッションして株主総会の後になんかあのなんか討論会みたいなのをやっていてそこでなんかあのこれからなんか多分すごいあの すごくなる企業の社長を招いて、みたいな感じでやってたときに、LINE の社長です、みたいな感じで、なんか出てきて、その、なんか、なんか要約した話をしてたんですよ。もうなんかなんかしか言えないんですけど、まあこれ第一声のね、多分、あの、熊谷社長とか、エモンとか、あと、まあその界隈の人たちは、あの、むちゃくちゃ詳しいんじゃないかなっていうのを、もっともっと語らせれば、エモンのなんかそこら辺の、あの、ヤフーの社長とか、 あとまあ、ソ,あのソフトバンクの孫社長は多分ホリエモンのちょっと上の世代だから孫社長とかあのユニクロの社長とかあの辺はまたちょっと世代がぐちょっと上がって還暦ぐらいの世代還暦世代っていうのかなちょ,ちょっと上の世代なんだけどその前のなんか世代っていうのかな、まあ、あら,あらフィフっていうのアラあらフィフ ぐらいな感じです熊谷社長が多分55とかぐらいにいたと思うんだよな堀右衛門が結構若い社長みたいな感じでまあでもあの堀エモ門若く見えないんだよねなんとなく。ででもなんかそういうあのなんかそうネット関連の何て言うのかな IT 系のなんか社長の話とかネットワークの話とかあのそういうのを「言いってらっしゃい」とか語る時に頭の良さ もう前回ですよ。あれ目の前にカンペがあるわけでもなく多分、ペラッと喋ってあれだけ、なんか、リテラシーの高い人ってなんかいないんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、<laughs> でもね、なんかこうなんかニュースになると、ちょっと LINE 怖いなって思う方が多いと思うんでしょうけれども、あの、ん中国の 現地法人からアクセスできる状態になっていたって。まあでも別に私はね、私の見解ですよ。私ははっきり言って、LINE の <laughs>、あの、現地法人の人に、あの、個人情報を例えば検証でじ、検証って住所、氏名、電話番号書くじゃないですか。その住所、氏名、電話番号とか、あとスーパーのレシート、その写真が見られたとしても、別にそれは全然あの、怖くもなんともないです、別に。 あのそういう人に住所,とな住所と名前と電話番号と個人情報が分かられるよりも私はもっと気持ち悪い人にあの住所と名前と電話番号とかあの <laughs> なんていうんですかね知られてもっと嫌な思いしてますからね、うん、大体ねこういうあの個人情報とかのなんていうのかなあのね重,重要な重要人物っていうのは いいらっしゃゃるわけじゃないですか、まあ、例えば、都知事の小池百合子さんとか、あと、さんってつけるのもなんかおかしいですけど、あと、ガスとかね。ああいう人たちのやりとりが LINE のあれでなんか出てくれば、それはなんか重要かもしれないですけど、まあ別にこう、まあ、工藤さんも言ってましたけどね、あの普通のさ、日本のさ、一般人のさ、こんなさ、あの、 私なんかのさ、個人情報が抜かれようと何しようと何も一円の価値もないと思うよ、多分。あまあ、そののなんか、あのー ストーカーみたいな気持ち悪いやつにしたらもう何でも知りたく仕方ないでしょうよと私が今日どこ行ってきたとか何したとかそういうのとかもすっごい気になるんでしょうよってもうあの株主総会とかのさ帰りとかにさ駅まで歩いていくまあ後ろついてきたりとか電車の中で、まあ、子供と一緒に乗ってるところをなんか写真撮ったりとかもうあれ本当犯罪だからね本当に気持ち悪いもう、まあ、そういう方がね私は全然気持ち悪いからあの本当に この、この、LINE とかのこういう会社企業とかがやってて、個人情報でどうのとかっていうのはね、あんま気にしない、うん、感じですね。全然、全然問題ないと。逆にね、今ね、こうやって、なんかちょっとニュースになったりとかして、LINE のトークとか、そういうのとか、え、あとはテキストとか動画とか、そういうのとか、日本に関する LINE のアカウント、 の、なんか、ワクチン予約システムとか、まあそういうデータとかが、うー、なんか、全部なんか日本、日本から、その、まあ、 中国とか韓国っていうのはに日本とあのそんなにあのいい関係ではないので、まあ、気持ちいいっちゃ気持ち悪いですけれどもでも実在レベルまでにはなかなかないと思うよだからこういうなんかちょっと不安を煽ってるマスコミの報道がある時っていうのはおそらく LINE の検証とかも怖いなって思ってるあの人が多くなってくると思うんですよそういう時こそですね あのー、ライバルが、もうちょうどいなくなってる時なので、LINE の応募とかは、すると当たるんじゃないかなと。私はそうひねくれた考えで持っております。あの、本当になんかね、自分の実害レベルの、なんかこう、本当気持ち悪いやつに比べたら、こんなの、へでもないですよ、こんなの。マイナンバーだの、なんだのとかね、もう全然へ ないですよ本当気持ち悪いのいますからねそれでなんかこういろんなんことをやるまあそれが、あのー、法律に触れなければいいっていう問題じゃないじゃないですかなんか本当人としてどう思われてるのかも含めると、まあ、とってもじゃないけど気持ち悪いよお前みたいなことってどうなのみたいななんかんー うん、肉を、肉を削いで骨を立つですっけそんなの、さ、そんな、なんか自分のさ、身をさ、なんかしてまでさ、そのな,なんか正義を貫くじゃないけど、でもなんかだそこまでのあれじゃないって別に私なんかさ、そんな、うん、そんななんかさ、すごい、 なんだろうな。まあもちろん、な、なんかの秘密を握ってるっていうあれでもないわけですしね。知ってるとしたら、それはなんか、のね、仕事上でなんか新しく新製品が出るときの、そう、広告とかを見にすることがあるので、まあそういうことはあれですけど、でも逆にマスコミとかそういうな広告関係の仕事をしてると、上回金日とかっていうのをすごいなんか減収するので、 結構、結構私、あの、口、こう、こう、ベラベラ喋ってますけど、その、人を裏切ったりとか、そういうことはするタイプではないので、そのムカつくやついましたよ。ムカついたよ、結構。あの、なんか、なんだろうな、人が、その、なんていうのかな、困ってる時とか、弱ってる時とかに、あの、なんだろう、さーっと、なんか、あの、今まで一生懸命、 なんか尽くしてきたにもかかわらず、なんだろうな、傷口、塩を塗るようなことをするようなじじいとかね、いましたけど、でもそういうやつなんだから、離れてくれた方がいいやんみたいな感じで思ったりとかしてたんで、本当に本当になんか自分が弱い立場になんかさらされた瞬間とかに、思いっきりなんかあの、なんだろうな、なんか塩を塗り込むような、 なんか舌打ちみたいなしたやついたよもう本当にもうケツの穴ちっちゃなとか思ってそういう時こそいやなんかこう弱い方の味方ができるようなそういうなんかもう人の方が全然あれだけどねとも自分よりも全然年上でしかもじじいおっさんでねいい年越えたおっさんで別にあ仕事の,のも定年してそうな感じのおっさんでさ別に、うん、そんなん そんなの気にせんでもええよぐらいのさなんかもう一声かけてくれんのかなと思ったら「下打ちだぜ!あ」ありえんわ当んにもう,もう今結構あのそれのねなんかこう傷口が家かけてきてるのでまあでも同じような状況に状況下にある人がねやっぱり。 いたりとかすると、もうそれほっとけないんですけど、でも何もね、できることがないところがね、ちょ、私は歯が良かったりとかします。まあ、話がすごいそれましたけれども、あの、本当にね、人が弱ってる時に、なんかこう、傷口、塩塗るような真似は絶対しない方がいいですよ。ぜ絶対それね、やられてる方はね、 やられてる方の方がね、忘れないですからね。人にはね、無駄に親切にして、そうやってなんか、あのー、裏切ったりとかうん、なんかいじめたりとか、そういうことは全部自分に返ってくるので、まあ、何においてもですね、あのー、しない方がいいと思います。そういうのを、 が、まあ、検証でな、なんでそういう話をしてるかっていうと、だからそういうのも全てひっくるめて自分の行いが全部運に返ってくると思うんですよね。だから、あの、日頃から、なんかこう、幸運を、なんかこう、なんていうのかな、呼び込むような行動をしている人は、そんな古速なことはしないと思うからです。で、あの、こういうニュースが出たりとか、不安を煽るのは、あの、大体、 あれです、あの、マスコミが、もう、この、なんていうのかな、ぐあーっとこう、傷口を思いっきり開いてるようなものなので、もう本当に、 あの、この辺、気にしても社内ですよ、本当に。ほな、もうあ、自分が総理大臣のね、総理大臣とか総理大臣の妻とか、自分が都知事とかそういう状況であればね、それはちょっと、あれかなと思いますけどね。で,でも、あの、小池さん、あれですよ、なんか都知事選の時に、あの、LINE 送ってきてましたよ、なんか。あの、個人的なやりとりとかじゃなくて、あの、 選挙に結構 LINE 使ってましたよ。だから多分、ね、そういうのはちょっと心配だったりとかしますけどね。と、都議会の人とか、そういうなんかグループとかでさ、グループなんちゃらとかでさ、東京のさ、こう重要な、あれをさ、その LINE でやり取りして、それ全部あの、韓国とか中国とかに見られてるとかだったらちょっと心配かもしれないですけど、それ以外はね、まあでも、あのー、ちょっと、 なんだろうな。まあ、検証においてはですね。まあ、そこまであの、個人だったら、別に怖くないかな、みたいな。うん、そんな感じです。だたいね、個人情報が怖いな、怖いな、とかでビビってる人は、多分ね、あの、検証できないと思います。だって、検証ってももろ、え、住所とか名前とか電話番号とか書くわけじゃん。しかもそれも、連絡取れる、電話番号書かされるわけでしょね、ね、それでなんか取れな、連絡取れなかったら当たんないみたいな、そういう感、 企画とか考えとかもあるわけじゃんか。そしたら、ま、なんもできないですよ。ケーマーはね、そんなの気にしてたらできません。あの SN、SNS 検証とかも、そうです。もう全部、あの、まず個人情報の、一応、個人情報保護法があったとしても、やっぱりこういう、あの、ことがあったりとかすると、ちょっと不安とかにはなったりとかするかもしれないですけれども、そんなんもちっちゃいちっちゃい。ということで、え私、この、お腹いきいき、いきいきキャンペーン、 ええと、応募してみました。これ、中世、これさ、あなんで応募したかっていうと、こ、こんだけちっちゃい広告さじゃんみんな見ないんじゃないかなと思って、この、こんなの。これでもし、これがさ、すごい、このキャンペーンがむちゃくちゃ成功してたら、なんか立派にハガキ作っていう会社がさ、浮かばれないと思いませんこれ。だって、これ、一応なんか1都3県限定で、LINE で、 でなんですけど、普通のさ、はがき、普通のはがきで言ったらどれだ、普通のはがき、ね、はが。にハガキがあるんですけど、まあ、伊藤園のこれはちょっと、ここれは三つ折りだから、結構広告としてはすごい高いんですよね。こう、折り曲げなければいけないというので、あの、まず高いじゃないですか。あと、両面印刷っていうのも高いんですよ。あと、カラー印刷っていうのも高いんですよ。で写真の挿し、差し絵とかもこんだけいっぱいあるわけでしょ。 これね、印刷で言うと、印刷代からすると、広告料金としてはむっちゃ高いんですよ、これ。で、こう、紙質とかっていうのもあるんですよ。で、そういうのを見るとさ、あの、エツとかの、あのー、結構、朝日、テレビ朝日かな、なんか、共同の企画のあの、検証とかっていうのは、割と検証がき的にも安く作ってるからね。あ、これはなんか、コスパいいのかな、とかっていう,そう、そういうのをね、なんか考えたりとかしますね。で例えば、こ、このサントリー、 ママミーマートの検証だったらこれ裏面がこカラーじゃないんですよこれだけでも結構コスト安いんですよ。うん、あの、まあ、そういうコストのこと話をしてもしょうがないですけどね。まあ、この、この、まあ一般的なのはこの長いタイプかな検証としてよく見るのが。あとはこの青旗のこのタイプかですよね。それに比べても小さい。これ1、2、3個分ぐらい。こ,これだったらな何個 一二三四五六六まあ、ちょ、ちょっと私のやり方が悪いかもしれないですけど、でも大きさ的には、もうこ、こんくらいちっちゃいわけです。この、この手。手からすると、手がでっけえんだよって言われたらいですけど、この、このちっちゃいやつをですね、応募するかみたいな。しかもこれ、500円以上とかって言っててね、ヤクルトってね、あの、10本パック300、 十八円、350円ぐらいで、中途半端なんですよ。2個買ったらね、もう十分700円とかいくんですよ。だから、この値段設定とかもね、お買い上げの豪華、まあそこら辺も、ケーマーの人はうまくね、多分、ヤクルトの商品、対象商品とかをうまくなんかあの、ちっこいのと、機能とは組み合わせてちょうど500円になるようにオーブするかもしれないですけれども、まあ、うん、ねえ。 どうなのっていう感じこ。これくらいなんかちっこいさ、しかもこれ裏、らないですよ。裏。でここ、こういうのもね、ぜひあの、印刷とか、あの、このキャンペーンコストっていうのもね、ちょっとあの、考えてみると面白いかもしれないですよ。あの、私ちょうど広告関係なので、そう、そういうこういう広告とか、あとはその、キャンペーンのキャッチコピーですね。このお腹いきいきキャンペーンとかね、このキャンペーンの名前とか、あとはその、 あとは、こう、まあな、画像のレイアウトとか、そういうのとか、まあ、それはなんか、まあペ、ペーパー系の広告な,なんで、あの、また CM とはまた違うんですけれども、でも、重要な、これも、あの、戦略だったりとかするんで、これを打つと打たないのとでは売り上げが違うとかってかもしれないんで、伊藤園がね、あの、最近っていうか、近年ですね、ここまで、あの、検証に力を入れてくると、私はちょっと本当にびっくり。 ビビ、ビビります。すごい伊藤園当たりやすいとかって言って、それがどんどん浸透して、どんどんキャンペーンもあってっていうと、どんどんなんかこうね、あの、広がっていくんじゃないかなって。逆になんかね、コカ・コーラの検証見かけないんだよななんかコカ・コーラが年中検証やってた印象があるんですけど、まあ、飲料っていうのは基本的に夏消費するものだから、夏にキャンペーン打ってくんのかなとも思うんですけれども、でも、あとはあれだね。 あのオリンピックの広告費で、そのスポンサー企業とか、コカ・コーラってオリンピックのスポンサー企業じゃないですか。あれに思いっきりお金をあの払ってしまって、回収ができなくて、そこのマイナスの分、キャンペーンが打てないのかもしれないしめ。いろいろね、大人の事情を考えるとね、なかなか面白かったりとかしますよ。でこの伊藤園の検証は、ここのね、 この印刷の文字変えるだけでも結構お金かかったりとかするんで、これをね、あの、もう、各スーパーごとにこう、売ってくる。で、ここの、あの、B 賞がまた、その商品形で違ったりとか、人数が違ったりとかするんで、で、あとはね、あの、この、対象商品も変えてきたりとかするんで、この辺ほんと細かいなぁとあ。あちなみにあの、ここの、あれは同じなんですよね。ここは同じなんですよ。 キッコーマンは、ここのなんか番号のところに77とか、なんかそういう番号とか振っているという。それで多分、応募箱みたいなのがこう分かれてて、バーッと分かれてて、キャンペーン事務局に私の頭の中ですよ。箱が分かれてて、その数字ごとにバーッて入れて、当選する人を決めるとか、なんか、どうなんだろうな。んかいろいろ考えちゃうんですよね。ね。あの、まあ、ババッとね、まみまとは、まあまあ、あの、 ちょっとブログ、ちょっとね、ブログにあじゃん写,画像写真だけ上げときよって、お前の話長いからって思われるかもしれないんですけど、あの、まあ、なかなか難しい忙しいんだよ、本当に。だって、運転してる時って何もできないじゃん。 私は助手席に乗ってるわけじゃなくて、自分自ら運転してるわけですから、それこそね、沼まざくわずですよ。この、この、あの、マミーマートって田舎の方にあるから、もうびっくりですよ。あの、地方の人がね、東京都取ってついてればね、すっげえ都会だと思っているかもしれないですけれども、まあ、はっきり言って、あの、東京、 とかって言うんですか ?23 区外。稲城市とかさ、府中市とかさ、あきるの市とかさ、らし市とか、あの辺、マジなんもないからね。飲食店とかも、ま、なんもないからね。もう、あのー、緊急事態宣言とかがあって、外で飲食しないっていうのが慣れてるから、別に、店がなくても、まあ、別にって思いますけど、なんでこんなに店がないんでしょうかみたいな。 うん、そうかと思えば、あの、府中とかなんて競馬場が出て、競馬場と刑務所が道路一本で同じなんですよ。しかもな、あの、多分ね、東海の人からするとビビると思いますよ。名古屋の道路ってさ、5車線ぐらいあるわけじゃん。で、第一番端の車線が、あの、車止めてんだよ。 止めな無駄、無駄なスペースで,で。で、それでも4レーンぐらいあるわけじゃないですか。4レーンぐらいあって、もう2レーンが右折、えー、とかっていう、なんかこう、いきなりなんかこのね、5レーンのところに行って、その1レーンまで行くとかね、もうむちゃくちゃ大変なんじゃないカーナビがバカだと。本当に。え、でも本当になんかね、その、あっちの、その東京とかの方の道とかって、あれですよ、もう、もう、 右と左って、だから、あっちに行くのと、こっちに行くのと、だけしか分かれてないし、もう、でっかい競馬場が出てきたなと思ったら、その先に、なんもないっすよ。だって、刑務所とか、なんだもう、広大な感じで。でもなんか異様な感じはあるんですよ。刑務所も、競馬場も、塀が高いから。なんか、競馬場とかも、な、いこれ、なんかグランドにしかできへんなみたいな、そういう感じで。 でも駅しょぼいんですよ、割と。駅はしょぼくて、あの、競馬場がブワーって、あ、これ競馬場だよって言ってる、ちょっと先ぐらいに、 刑務所があって、なんか、ね、異様な感じの、なんか、うちの、あの、その異様さを写真に撮ろうとすると、なんか刑務官みたいな人が睨んできて追っかけてきたりとかするから怖いからさ、ちょっと、今回は、あのー、撮るなと。<laughs> あの、ほんと、ちょっとカメラうーってやってるだけで、マジ怖いからね、見てんだよ。うち、私ね、車が、あの、一応なんかあの、ガラスに黒いの、 黒いフィルムを貼ってるんだけど、でもなんかね、見てんのよ、かないわ、もうあれね、本当だってもう至近距離で、こう、じゃないんですよ。結構奥の方で、こう、外威嚇して見てるっていう、なんか、すごいね、あれは怖いわ。もうマジそこまで緊張して私なんかの、こう、 あの、なんか、普通に YouTube とかでさ、こう、あの、山競馬場を追加しました。ああ、次に刑務所が見えてまいりました。ぐらいの感じの YouTube ですよ。それを撮ってる時にも、刑務官の人、うん、うん、うん,ふんみたいな、ふなんか威嚇して、ふっくっの、く、くるんじゃないかみたいな。でも、信号とかないくて、特に渋滞とかなければスーって通過するんで、追いかけられることはないんですけれども、 なんかいいような感じで、で、しびのすけに、はい、これね、刑務所なんだよって言って、へ、塀むちゃ高いでしょって、これ越えられないように、なんかね、なんか、こう、なんていうのかな、なんか、金網みたいな感じじゃなくて、なんかこう、ほら、あじゃ、電流流す、ああいうのとかじゃなくて、ただひたすらなんかあのコンクリな塀が、くわーっと、ベルリンの壁ですかみたいな。 ああ感じで結構ね高い塀がうわってそびえてて白い塀なんですけどそれをあのこれがね刑務所なんだよなんか言いながらうんただ真っ暗なのであの特にその電気とか街灯とかがねなんか特にあるわけでもない感じなのでですただね防犯カメラが結構すごいね防犯カメラいっぱいついてるねなんか言ってましたよちびのすけが。 私は前を見て運転してるんで、その横をまじまず見ることできないですけど、意外にね、街灯もね、ないしね、なんかね、暗い道をね、越えていくんですよ。で、あのー、うん。で、だから、まあ、見トの、えー、はがきを、はい、を紹介しろと。いや、でもね、これね、ダラダラ喋るっていうのがね、いいんだよ。 なんかコアのファンには、なんかもう本当になんか怒りの吐き口みたいな。これ多分広告高い、高い。紙質とかね。そういうのもあるんだよ。あの紙質とかの、こういうのも本当なんか最近さ、サムネイルとかそういうのとか作るわけじゃないですか。作るんですよ。これでもちょっとだけね。そうしたらなんかこう、本当を変えたりとか、文字とか、配置とか、追加画像とかそういうのやるんですけど、ちょっとしたなんかこういうなんかあの、うん。 感覚になってきますよ。あの、ぜひ、あの、ちょっと、YouTube やってみましょうよ、みんなさ。私でも、あの、ちょっとね。ただね、あの、生きはずになるようなことはね、やらない方がいいですよ。あの、本当にもうびっくりするから、あの、なんか、なんだろうな、子供が初めてのクッキングみたいな、やるんだったら、微笑ましいですけど、今時の中学生とかでも、あ小学生とかでも、なんかね、私が結構感銘を受けたのは、不死過 で、料理をする中学生の女の子の、えー、うん、あの、動画があるんですけど、お弁当作ったり、ご飯作ったりとか。まあ、ただね、不死家庭っていうタイトルなだけで、決して不死だから貧乏とか、そういう感じじゃないんですよ。あの、結構キッチンとかも、立派なキッチンだったりとかするんで、でも手はね、間違いなくちょっと子供の手みたいな、そんな感じの、幼い感じの若い人、 この手なんですよね。だからそれだけでも、ちょ、ちょっと垣い見える。なんかこう、包丁で、こうやって切るときも、こう、こういう感じの、こうわざとこうやって丸めたりとかするところが、可愛らしかったりとかするんですけど、むちゃくちゃクオリティの高い料理とか作ってますからね。これをね、四五十のババアがね、たかがね、目玉焼きパーンって言って、い,いできましたってとか言うの恥ずかしいからね。さらに生き恥だと思うよ。あの、本当に、 いや、だってさ、おかしいやん。だって、中学生とかさ、小学生とかでもさ、結構、手の込んだ料理とかができて、それをさ、YouTube でアップしたりとかしてる中さ、であんた何年主婦やってんのみたいな、あの、感じの人がさ、なんかもう、なんかカ、カップラーメン、いや、可愛い子がね、あの、胸元でね、カップラーメンお湯素材でね、食ってる、 とかだったらね、もうそれも男がね、うん、見るんだよ。すごい不思議と。であの、可愛い,い子がね、なんか、でっかい胸、ね、の目の前でガンプラ作ったりとか、そういうのすごいね、バズるんですけど、はっきり言ってね、ババとかね、あの、需要ないから。 需要、ババアは需要はないから、ババアはどこでカバーするかっていうと、うトーク力とかさ、技術力とかさ、なんかその人生豊富な、な経験値から来る、なんかですよ。そういうものが、ババアには求められているのに、ババアが初心者って、これもうほんなんかあのは、ねあ、あの、逆にね、おばあちゃんだったら面白いかもしれないですよ。 おばあちゃんがラジオ再イスをしてるとかね。おばあちゃんって逆にね、あの、ババアを乗り越えると、可愛く見えたりとかするんで、うん。そういう感じですわ。うん。あの、ババアでもね、やっぱり綺麗なババアはね、やっぱいつ、ま、で、どうだろう、まあ、需要はあると思いますよ。だって私が見てたとしても、植草さんとか、工藤さんとかは、あこういう風うになりたいななんか思いながら見えますもん。植草さん、めちゃくちゃウエスト細いし。 いやあ、もうなんかね、病的に細いね。あの、ま、歯の、歯のホワイトニングとか、なんか週1回ぐらい、週1でやってるとか、ね、どんだけすごいなんかこう、意識高いんじゃんみたいな、うん、思いますもん。もうつ、ず、そう疲れると思うよ、ああいう、うん、まあ、ご職業だからね。アパレル経験されてたりとか、 あとは、まあね、自分、見た目良くしなさいって言うんだから、自分が良くなきゃっていう、そういうとか言ってましたけどね。あそこまでずっとな気を張ら、張って生きていくのもちょっと辛いんじゃないかなとも思うんですけど、うん、まあそ、そんなこと、なんかね、薄らいろんな、そんなことを考えながら、あの、自分がもし、その、友達の男で、 独身のやつを結婚相談所に紹介するとしたら、上草さんと工藤さんどっちに紹介するって、なんとなくうっすらそういう、あの、ちょうど府中刑務所を超えたあたりぐらいからちょっと降った頭によぎったんですよ。うん。なんか、なんか刑務所を見ながら独身の、えー、友達のことを考えるっていうのも何なん,なんですけどね、うん。そうするともう私の年代で独身っていうのはかなり痛い感じになってきてるので、まあ、いないですよ、大体。 うん、大体大体皆さん結婚してますからね一周回ってねバツイチっていうのはいますけどでもやっぱバツイチって割と逆にモテるんでもう男の人だったらお金がさえあれば何人でも、うん、何回でもこうリトライできるわけですから女性はなかなかねちょっとそこら辺何かあの何回も何回も結婚して次の、うん、旦那の子供がっていってどんどん子供が。 どん、なんか、一回一回違う人だとちょっと大変だと思うんですけど、もう男の人だと罰位置は持てるからね、一回失敗してるから、その失敗をさ、糧にさ、生きてる系のお金がある罰位置っていうのは、ちょっと本当になんか一回も結婚したことのない、独身の癖のある男よりも、おっさんっていうか、じじいよりも、罰位置の方が人気ありますからね。うん、いや、もう最近もうびっくり、びっくりですよもうじゃ。立派なね、 じじいがね、子供4人とかね、各各書く、書く、人々全員違うとかね、話しすげえなと思って、はあ。世の中やっぱり、男は金、女は顔らしいです。顔が良くても、やっぱババアだと、やっぱ持てなくなってくるんで、やっぱ常に女の人は若い。なん若さと、顔。まあ、それがちょうど焦点で、男は、 やっぱ、み、ま、とりあえず、金と、見た目と、あと、なんだろう、男はなんだろう、地、地位とか名誉とか名誉っつうなねな、名誉っつうなの、別に、そこまで楽なくてもさ、そんな、なんかもう,もう、うん、あれですけどね。うん。で、こう、サクサク言いながら、なんかちょっと、紹介してるんですけど、網マ,マトのね、 うん、これも、でも、私、一本取ってるんで、まあ、マミーマートねこう、こういう、こういうのもさ、伊藤園のこう、これもなんかマミーマートに伊藤園の商品ってこれ探したんだけど、なんか広告のお品って,てあのなってるのがさ、カゴメの野菜ジュースでさ、うん、しくじるとこだったよ、みたいな。カゴメじゃないんだよ、伊藤園だよ、みたいな。そうこういうのもね、本当なんか、あの、遠征とかするときは、 あの、あ下調べしてね、行く方がいいですよ。あの、ちゃんと、ここのスーパーにはこの検証がやっているっていうのを、きちんと把握していかないと、言っただけただ単にあの疲れるのとガソリン代が損するわけですから、まあ、今日なんか特にあの、もう本当になんかね、あの、 ガソリン入れてる暇がなかったから、スカスカの状態で、なんか向こうの方行けば、少なくても神奈川県よりも東京都になるわけだから、みたいな、あやばい期待をしたわけですよ。期待するのが間違ってたんですけど、まあ、そんなに行くところじゃないから、なんかあるでしょ、みたいな感じで、なんかこう、 ご飯も緊急事態宣言も開けたし、知らなき食べたりとか、ガソリンもそのあるところで入れればいいじゃんとかと思ってたら、もうこっちよりも全然どいなんかね、もうなんもないっていう。ううしかもなんか暗い、暗くなってくるわ。道路は一歩道だわ。みたいな。うぅ、ひっでめにあったね、みたいな。ううで、忘れちゃならねえよって。だからめったに行かないんだよ、みたいな。ううえでも、でもこの検証はね、ちょっと、あのー、 初、初、初見、初見。あの、他の検査は、なんかいろんなところで見かけてたんで、あと、あの、参考成果のこれとかも、オリジナルかな見,見てないな。あとね、これ、この、伊藤園、伊藤園じゃない、サントリー、サントリー家ンを買ってっていうのは、これ、洋歌堂で見つけたからね、うん、同じようなのがあるんですけど、この CGC グループっていうのは、これ、三徳と、 同じですね三徳だからおそらく3徳も同じ検証を打ってるんじゃないかなと思ってこの CGC グループやっぱりなんかスーパーもあの大規模なスーパーと渡り合う渡り合うために多分グループとか作ったりとかするんですよ。この検証のこの CGC グループっていうのこれ三徳の、えー、当選品の。 あの、商品券と同じですから。たぶ流通とかのそのトラックとかを共有したりとか、仕入れのあの、協力とか、そういうのグループになってたりとか、あと企業が、あの、子会社、親会社とか、そういう感じだったりとか、系列だったりとか、もうそういうのもなんか深くいろいろね、考えていくと、まあちょっと、あの、ね、何やってんの、検証なんて、つって、バカじゃないのって言われるのが、 いやね、これはね、この系統がこれでね、これの企業がこうでね、とか言って、深く、なんかこう、小難しくね、ちょっと話を盛れるようになると、ちょっと、ちょっと頭いいことやってるのかなっていう気分にもなってきたりとかしますよ。だから私は、あの、このいかにこう戦略を立てて当てるかっていうのを、実は突き詰めて考えてるっていう、そんな感じですね。この雪見大福シナモンロールも、いや、いかにして当てるか。これはなんかあの、皆さん多分200円以上だから、 これ結構苦戦してると思うよ、これ。だって、あの、雪見大福自体が、もうほんと108円で売れやって思うもん。あの、税抜き100、あ、税込みでかいあの、売ってるところと、税、もう税込みで表示してる店と、ライフなんか、多分税、 コミで表示してるから、108円の表示ですけれども、マミーマートって99円なんです。99とかだとね、結局ね、あのー、3個買わなきゃいけないんだよね。これ、これ、JNK200 円って書いてあるとしたら、99円迷惑なんですよ、マジに。あの、99円の3個買わなきゃいけないからね。そんな時に、箱のジャーンっていうさ、あの、雪見大福買えばいいんでしょうけど、あれで一発いけんじゃんとか思ったら、あれ300 最近ちょっと雪見大福率高くなってきております、うち。あの、雪見大福だけは、あの、勝手に食っていいからな、とか言ってて、<laughs> ちびのすけに。あてなって、車内で帰りとかに、あの雪見大福をあの、こう、食べながら帰ってくるみたいな、<laughs> そんな感じでやっております。結構それ、それが楽しかったとか、うん、してますね。まあ。社内は密 密閉されてるところにずっといなきゃいけないんで、もう、話すしかないよ。だからもう話すよ。で、だから寝そうになったりとかすると、お,お前が、お前がさ、今日行こうぜって言ったんだろうって、なんで、もうそこ私が悩んでるところも今日なんかさ、あれだけどさ、ヤオコーに、お茶を濁しとこうやって、ヤオコーの、なんかこう行く途中にさ、オリーブのカっていうのがあるからさ、そこレオくんがさ、なんか、ね、 食レポしてくれって言ってて、リクエストしてたりしたら、そこ行こうよって言ってて、ヤオコだったら割と近いから、まあそれでも10キロぐらいですよ。でも、ここ、それの倍以上あるから、きついから、そこか行ったら一週間のスケジュールを見て、ちょっと待てよって。 今日を逃したら、なかなか月末までに行かい、行けない可能性も出てくるから、月末までの期限の応募がきつい可能性があると。で、今やってる、開催してる検証ちょっと見てみようと。で、見てみたら、割と珍しいのも含まれてて、まあ、さっきも。 中身はそんな大したことないですけどね。この、この、ね、1000円とかさ、で、2000円の券とかさ、あの、こ,これとか、ね、この、このエコバッグとか、この、このティッシュとか、こんなんいらないですけど、ちょっと違うのがあったらさ、それを紹介できんじゃんとか言って、もう結構いっぱしにね、あいつちょっと YouTube のみたいになってきてるんですよ。そう、そういうなんかちょっと、いつも同じのじゃなくて、こうね、なんか紹介とか。 した方がいいよ、気になんかさ、言ってくるわけよ。努力の人だからね。うん。で、その、その間に、なんかこう、なんか、もっとさ、こうなんかもう、もうちょっとこう、な、何をしてでも、こう誰かが見てくれるような状況っていうのは、どうやったらなるかねみたいな。えー、そうだな、お前がオリンピック選手とかになったりとか、選ばれたりとかしたら、もう、何をやってでもなんかこう、ね、目立ったりとかすんじゃないのなんか言って言ったら、そっか、ちょっと待ってよ、よなんか計算すると、4年、 4年後3年後 ?3 年後のパリオリンピックには間に合わねえなとかって言って、パリの後何だったっけロンドンオリンピックだよとかって言って、ロンドンってどこにあるのって、そこを知らないのかよ、みたいな。イギリスだよって、イギリスって何的な。 そういう話をして、で、それって何でも分かってんのっても決まってるからって言っても、その何年先まで決まってんのとか言われて、で、結構そこら辺はマウント取って、え、ロンドンだよとかさ、パリの次はね、ロンドンなんだよとかしてて言ってない,いけど、じゃその次はとか言われると、その次か知らねえな。そこは分かんない。自分で調べとけ。みたいな。そういうなんか会話をして、なんかこう、うん、なんだろう。結構子供ってさ、母親が、 母親の学歴が高いと、あの、なんだろう、子供の学歴とかが高くなるって、えー、よく言ったもんだな、みたいな。だって、あの、お母さんがさいろいろさ、教えたりさ、お母さんの経験とか、なんかお母さんがちゃんと教えられたらさ、子供スーパーウルトラバカにならないと思う、うん。なんか聞かれた時に、あの、Google 先生のように、 あの、いっぱい答えられるお母さんの方が、多分答えられないお母さんよりも、多分その子は頭良くなるのかなとか、うっすら考えたりとか、いやでも子供自体が疑問に思って、調べて、勉強するって、そっちの方もありだろ、みたいな。まあ、いろいろ考えたりとかしながらですね。まあ、脳でいろいろ考えながら、あれするんで、ただ引きこもって家の中でなんかこう、うん、ね、いるよりも、 本当なんか運転とかって神経使うんで、まあボケ防止にはいいかなって、ただね、あんまりね、年取ってから運転するとね、危険だからね、もう、あの、本当に運転技術って全然向上しないし、でも逆になんか劣化してきてるんだよね、運転技術っても運動神経も衰えてくるし、視力とか動体視力とかが落ちてくるから、もうこれ本当はっきり早く世代交代しないとダメだね、なんか言いながら。 でもこれは世代交代してまだコンビ組んでたら結構まだ面白いかなみたいな。うん、いろいろ考えております。っていうことで、マイミーマートに、で、あとですね、<laughs> すごい話長い、長いんですけど、マミーマートまで行けば結構、あの、それを一日がかりでマミーマートに行くと仮定すると、うちからだと、やはり結構いろんなスーパー、もうほぼ全スーパー、東ブストア以外、網羅できるんではないかと。 東部も多分ねあっちの方に、えー、なんかある的な話を聞いたんで西国分寺とか。 なんで西国文字じゃなくて、西国文字ってな何あれどこだっけ西国文字だよね。あの、私すっごい西国んすごい好きなんですよ。こ丸いマンホールみたいなあれに、なんかこう、こういうなんかも子供が描いたみたいで、いや気持ち悪いなキャラクターの西国くんっていうのがいるんですけど、西国ちゃくちゃ好きで、結構ぬいぐるみとか、マスコットとか、あの、あとなんかね、ピー、 なんか、キャラものの中では西子くんが好きなんですけど、その西子くんの、あの、ゆるキャラね、西子くんってね、その西子くんの、あの、聖地の西国分寺って名もないんだなって、初めてなんか意識して通過したんですけど、あのね、これが西子くんなんですよ、これ。気持ち悪いでしょこれね、西子くんに会った時に、あの、ここをね、 自分の好きがね、触ってね、触ったんですよ、西子くんの足。足のとここうやってあの。タイツなんですね、これね。で、あのこう、ここ触ったらね、西子くんね、キャーって言ってたからね、これ女の人でしたよ、西子くん。<laughs> あの、こういう理由るキャラの。もうそこ触んないのみたいな。うん。ここ結構気持ち悪くないですかこう、街に。この。でもあの時はもうむちゃくちゃなんだこれはって。 思ったんですけど、今結構見ると、まあ、そんなすごい、あれでもないな。あの時のなんかもうすごい気持ちはうわ、好きみたいに思った時のあのイメージっていうのかな。うん、なんかね、西子くん好きでだったんですよ。そのこ、こういう、こういうね、あの、キャラもののストラップとか、あの、結構買ったりとかしてたんですよ。ゆるキャラグランプリとか、そういうのがあ,ある時は、必ず、 うん、あの結,構結構こうこんなこんな感じのやつでも西国分寺何もなかったよ何も、ね、何もなかったっていうほどなんか明るい状況で見てないからいや西国分寺は分かんないすげえかあれよとかさあるかもしれないですけどあと国立とかってむちゃくちゃすごいなんかあのセレブな素晴らしい町だと思うじゃないですか何もなんもない、ね、国立とかも。 な、何にみたいな。あとなんか、ナビ上に津田塾が出てて、津田塾って確か女子大とかじゃないみたいな。これ、これ西国ねこれ。うん。う今見たらそんななんか、なんであの時あんな好きだったんだろうって思うくらいな感じなんですけど、超なんかあの、懐かしい感じ。 でうちからだとうちからマミーマートまで1丸一日かけて一、まあ、つのスーパーで買い物してまた次のスーパー次のスーパー次のスーパーで最終地点がマミーマートを折り返しみたいな感じで行くとすごいね大変なことになると思いますけどでも結構ね制覇できますよまずマミーマートの近くにはサミットあるじゃんあと稲毛あるじゃん あと、ライフもあった。あと、相鉄ゼンも、なぜか相鉄ローゼンが出てきた。であと、京王ストアも出てきたで。あとはね、何やったかな。富士、富士ストアも、富士スーパーってね、マニアックなんですけど、私、あの稲、稲城長沼とか、あの辺りに都知事選のポスターを貼りに行ったんで、あそこに富士スーパーがあるっていうのが把握して、 あとイオンもあります。イオンタウンっていうのがあって、あとは何やったかな。結構ね、攻められますよ。で、だから東部が確かね、多分その西国分寺とか、アきるノとかあっちの方に、なんでっていう、だ相鉄ゼン状態ですよ。だって相鉄全然関係ないのに、なんで、なんで相鉄ゼン出てくんのって思ったの。陶器はさすがになかったですけど、あと、なん、なんかあったか。 ま、あ結構、マイミーマートだけでも、結構マニアックな勢いなんで、だってもう千葉のエリアになってくるわけでしょあと多分あ、ヤオコ出てこなかったけど、ヤオコも多分、あっちの方の、あのー、うあ、でもヤオコどうだろうな、絡められたらいけんのかな。ま、あでもそ、そこら辺を巡回しながら、ぐーっと、8個ぐらい、今、今で8個ぐらいなんですよ。8社とか巡ったら、もう、 結構大変だと思いますよ。だってこれ、ターシー商品買うだけでも、おそらく多分予算的には3000円ぐらいだとして、それ各社全,全部3000円ぐらい買ってたら、24000円ぐらいです非現実的ですね。まあ大体1日回ってもさっき予算があるんでね、検証いくら、なんかこの検証頑張ってますとか言ったとしても、 かけられるるお金っていうのがあるんでね例えば湯、ね、水のごとくさ対象商品を買えばそれはねエントリーはできるんでしょうけれどもそれって非現実的なんであとはねあのー、検証仲間同士で、まあ、友達同士であのー、なんかレ,レシート交換するとかはがきを交換するとか、まあ、それは割と 某にいた時には結構よく聞く聞話だったたんでただ私はトラブルになったら嫌なので例えばクレジットカードで決済してレシートがあるんだけれどもその後返品返金の手続きをしたものでなんかしれっとその交換してくるちょっと頭の回転のいいさ人とかがいたりとかしてなんかそれがトラブルになったりとか。 そういうのになったら嫌だから、まあ、あくまでも自分の,あの足で、うん、なんかもう本当正直者がバカを見るみたいなそんな感じで,、まあ、でもそこも信頼関係なんでねそこまでのなんかもう悪知恵をとかってないと思うんですけどでもだからあの本当になんかあのヤフオクとかメルカリとかでレシート売ってる人とかいますけどあれも考えた方がいいですよその決済した後に あの返金の手続きをしてるレシートしれっと出してるパターンの人もいるんでねあとその,あのゴミで捨ててあるやつのレシートの中からその検証に対象になってると思われるレシート売ってるとかねそういうのあると思うんであまりにもそのなんかこう買ってるんだけど全然当たらないとかっていったらそういうのが理由とかってあったりとかするんでね まあ、ちょ、ちょっとでも、あの、考えがそこまで、あんま、主婦の人って、特に専業主婦の人って、アンカウントしてるからそこまで考えてないかもしれないですけれども、えー、結構ずる賢い人とかだと、やっぱりその、買って、返品して、それしれっとその、それと同じぐらいの対価でレシートが売れる時代なんだかもうびっくりですよ、マジに。だって、まあ、例えば、例えばよ、これこの、マミーマートにいて、 あの日本製紙クレッシャー商品を含む500円以上とかって言ったら、普通の人だと安価としてるから、こういうの一番安いの1個買って、で、500円以上のレシートでって、それをヤフオクで売ってるって思うわけじゃないですか。でも、もう、あの、一回、その、決済して、あの、レシートはあるんだけど、でも返品の手続きをして、そ、そうすると、返品のレシートがあって、もう、 引き落としがかからないようになってるのか、引き落としはありますけど、現金で返金しときますみたいなレシートとあったりとかもするわけじゃないですか。そこまで考える人いないじゃないですか。で、こういう500円以上お買い上げの中からって書いてあるこの500円のね、500円買ったレシートがもう350円とか500円、もう下手したら500円で売れたりとかするわけですよ。で、あの、クリスマスケーキの、あの、対象の あの、レシートなんかは、それ以上だったりとかするんですよ。びっくりですよ。なんかあの、東急ストアのな、なんかあの、東急ストアのクリスマスケーキのやつって結構ハードル低いんですよ。一品を含む何500円以上とかそんな感じだから、何買ってもこのレシート何個もできればぐらいな感じの状態のレシートを、本当になんか500円以上って書いてあるレシート、本当になんか、 七八百円ぐらいでなんか売れてたりとかするんでね。うわ、怖ーみたいな。でも、よくよく考えた。七八百円もその、クリスマスケーキのレシートにお金払うんだったら、買えやって、<laughs> その、なんかその、ね、クリスマスケーキ自体。東急ストアで当選した普通のノーマルなクリスマスケーキは多分、千円しないくらいの、 感じのケーキだと思うよ、うん、あれ、あれ、三徳の方の、あの、クリスマスケーキは同じ明,明治の、あの、なんか、あれなんですけど、クリスマスケーキなんですけど、あれはなんか、あの、3000円かなんかで店頭で売ってたやつがありましたけど、あの、多分ね、東急スターならそんな高くない。 のに、それを、だからもう、あの、500円の、そう、レシート。しかも、一、対象商品一品を含むっていう感じで、もう、50円お買い物した、そのなんかもう、ちょっと、当選率が薄そうな、私から言うとよ、当選率が薄そうなレシートがさ、もう、本当なんかその、金額よりも高く売れるっていう、すごいなんか不思議。 な、なにそれってところ、自分で自分の値段釣り上げてるのか、それとも本当にそれ買ってるバカな人がいるのか、謎だったりとかするんですよね、本当に。しかもだってさ、よく考えてみたって、あの、クリスマスケーキって、郵送で送ってはくれないんですよ。青旗のやつは冷凍の、いやあの、ホテルの、ホテルメイドのケーキが届くんで、あれなんですけれども、あの、 クリスマスケーキって結局その店に取り来てくださいみたいな。引き換え点を書かなければいけないっていうところで、その店に行けなければ、当たってもどうにもならんわけじゃないですか。でその店に行けるんだったら行けよみたいな。<laughs> そう思ったんだよね。東急なんか特にあの夜遅くまでやってたりとかするし、なんでそんなもんが売れるんだろうっていう謎。でもあれって、 本当なんかいろいろ突き詰めて考えると、いろんな大人の事情あるからね、あのヤフオクとかも、自分で自分の落札して、とか、ね、そういうわけわかんないことする人いるんでね、自分で自分の落札するっていうか、自分で自分のに入札して、誰かと、一人でもほら、競う相手がいると、あの、ね、お金高くなっていくじゃないですか。そういうのとかも考えたらね、キリがないですよ。だからも自分の足でね、頑張って、 あの縁のあるものを当選していった方がいいですよ的なあの一応検証がこう熱くねなるとともにあの女の人って結構なんかあの熱くなってその成果主義になりがちなんですけれども冷静に考えるこう大人の感覚とかっていうのも忘れちゃならねえな的な、まあ、そんなことまで考えるって多分そうそういないかもしれないですけれどもでもあの本当にね 本当に単純な人多いんでね。ブワーってなんか箱詰めばさ、すごいって思うじゃん。天才とかさ、名人とかさ、な,になに、な達人とか思うじゃん。でもね、いろいろ考えたら、そんなことないって、みたいな。それなんか、ありえない。 みたいなそういうのはなんか自分で実験して自分で導き出すっていうか、そういうなんかあの、あのまあ、それって単純になんかババアで経験値が上がっていけば、おのずと分かってくると思うんですけれども、まあ、いろいろですね、あの、闇が深いかなと。まあ、でも私あの、今一生懸命ちょっとこの、この、どうやるかなっていうのを解明しようかと思って自分のできる範囲で頑張ってたりとか、で、あと自分で、 やったり自分で言ったりとかすることによって意外となんかこう頭の中で描いてたことと現実とかってなかなかこう思い通りにいかないな的なのがねちょっと面白かったりとかしますね。うん ということで、えー、まだまだ長々とお話ししましたが、本日もご視聴ありがとうございました。まあ、いろいろですね、あの、検証だけではなく、いろんなことでですね、なんか、なんだろう、うん、いろいろあると思うんですよ。なんか、うん、そういうの、コメントいただければと思ってます。特に、あの、なんか、悩んでるとか、そういうことがあればですね、 人、ね、ま一通りの悩みを乗り越えてますからねなんか、まあ、励ましたりとかもうあとはあの、まあ、いじめられてたりとか嫌がらせ受けてたりとかそういうんかあの人の方の少数の方を味方する方 回りたいと。本当にだからね、9、100人中99人が敵で、もう一人しか味方がいないって状況だったら、私はもう少数派の方を味方していきたいっていう感じ。もう自分が優位ですよとか、もう勝ち、この人が勝つだろうみたいなところに乗っかる気持ちは全くないんで、もう少数で悩んでる人の味方になろうかなと。まあ、そう、明らかにダメな場合はダメですけどね。もう,いやもうダメ、ダメな、 のにそこをなんかあの我々書きしてる方には味方にならないですけれども色眼鏡で見ずですねなんか苦しんでる人が救われたりとか、うん、とにかくあのこう検証とかって結構いろんなトラブルとかもあるんでねそういうのもなんか悩みある人がいたらですねもう悩んで悩んで悩んでもう壊れちゃう前になんか、うん、ねえ書いていただければ な何かの力になれるかもしれないんで。あの、ババアは、あの、無駄に、あの、経験値がある分ね。何かしらの知恵を与えられる可能性があるので、うん、まあまあ、お前に聞かなくても、グーグルに聞くわとかって言われたら、グーグル先生に聞くわって言われたら、もうん、出る幕ないんですけどね。もう、それでも、あの、しゃしゃり出たいということで、えー、まあ、動画を撮らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。あと、なんかあの、 いやね、あのこ,こ,ここに行ってほしいとかいうのがあったら帰っておいてください。あのクソと、かちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、なるべくちょっと頑張りたいなと思っております。あのいろんな、ね、地区とかの,あの特,特徴とかが分かったりとかして結構面白かったりとかもするんで、うんはい、頑張らせていただきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。